はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、こちら、マルチスタンドを紹介したいと思います。屋根も何でも建てることができるよ。ね。コードもね、グニ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 ってね、こうやって通すこともできる。いや、不思議なマルチスタンドになります。まあ、こうやって使うんだけど、まずは説明聞いてちょうだい。はい、こんな感じです。ね。クリエイティブ多機能ストレージディスクトップスタンド。ね。はい、こうやってね、スマートフォンから、ね、このスマートフォンまで、そして、ノートパソコンね。これタブレットだね、これね。こうやっていろんなものをこう立てておくことができます。すごいでしょ？2021年の最新の多機能縦置きスタンドってやつなんだね、これね。もう2022年になっちゃったけども、これがすごい。さあ、どんなすごいのかっていうと、はい、びっくりしてください。まずね、サイズなんだけど、12センチの円形なんだね、これね。で、厚みが 0.7 センチ。で、重さが385グラム。で、385グラムっていうと、100円ショップに行くと、100グラムのちっちゃいアレがあるんだけど、あれ3つと、100分の85。ね。だ約4つ分400グラムに近い。400グラムっていうと、どれぐらいの重さかっていうと、500のペットボトル。ね。今、500入ってないよね。あれ、ちょっと一口飲んだぐらいの重さが、だいたい385グラムね。どんだけ一口ってね、か弱い女子の一口とおじいの一口全然違うからね。おじいが一口飲むと、だいたい385グラム減っちゃうよ。ほんとね。はい。そんなわけでね、あと、アルミニウム素材とゴム、ね、ラバーで作られております。まあ、とにかく重さがしっかりとあるっていうだけね、まずは頭に置いておいてください。ね。はい。で、調整サイズね、可能なんだけれども、これがね、ほら、脱着でなんか棒が、ね、棒っていうかなんか、これ、ぴょっぴょっぴょってこう脱着ができる。しかもこれマグネットってなってるけどね。さあ、どうやって使うの？滑り止めもある。ね。実際に見てみないとわかんないよね、これね。何これ、どうなってんの？どうなってんの？どうなってんの？ね。はい。で、こんななって、ね。USB ケーブルや充電ケーブルなど、紛失や落下をね、してきますということで、こういう使い方もできる。ね。重たいから。ね。よくほら、こういうところに置いておくと、ケーブルがペッと、ああ、また落っこちちゃったみたいな感じで。ね。これを防止することができる。こうやって絡ましておくと。便利だね。すごく。分身にもなるよ。重さがあるからね。はい。で、大きさによって、幅を、そう、自由に調整することができるんです。今までそんなスタンドあった？ないでしょ？これ、自由に幅をね、変えることができるんだよ。ね。はい。で、マルチスピード調整可能ということで、幅を調整するのに、なんかロック解除したりとか、こうカチ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 ってやったりとか、ね、ガゲーって、あーって、ね、そういうのって結構多いと思うんだけど、これはもうがっちりとずれない。しかもワンタッチでピョって置き換えるだけ。チェスをやるのと同じ、ピョって置き換えるだけ。ピョッ、ウルトラ簡単だから、これね。まあ、開封して一緒にびっくりしましょう。ね。はい。で、滑り止めシリコンね。ということで、この大切なノートパソコンや、ね、スマートフォンなど、ね。これ、つるんってなって、ベタンって、ああ、傷ついたって嫌でしょ？ね。滑り止めがしっかりとついてるんです。シリコンがね。丈夫にグリップします。これね。はい。なので、こう、破損防止です。これね。で、あと、こういう滑り止めの他にね、こういうのがついてないと傷ついちゃうからね。嫌だもんね。あとね。最近のスマートフォンって20万ぐらいするからね。はい。で、革新的な収納スタンドということで、3 in 1。ね。3つ、とにかく立てかけることができるんです。もう今やね、元気なおじいのとこもね、いっぱいあるよ。買って、スマートフォンもあれば、ね。こうして、ね、型の iPad もあるし、ね。買って Android もあるし、ね。で、こうやってキーボードがくっついてね、ノートパソコンじゃねえけどもね、Kindle もあるし、いろんなものがある。でも、こう、立てかけてスリムに置いといたら、すぐにこう、取り出して使うことができるよね。いろんなところに置いとくとさ、わけわかんなくなっちゃうんだよ、生まれちゃって。ね。はい、じゃあ実際に開けてみましょう。後ろ行こう。ゴー！はい、それではね、開封したいと思います。ね。お、結構ね、結構重みがあるよ、これ。うん、ずっしりとした重みがあるよ、これ。はい、パッケージはね、こんな感じになってまーす。はい。ね。まあ、日本語は書いてないけど、なんかモデルとかいろいろ書いてあるね、名前とかね。はい、じゃあ開けてみましょう。
よいしょと。お、結構ね、重みあるよ。土台としてしっかりしてるなーっていうイメージがあります。はい。で、マニュアルはこれは中国語と、こっちが日本語になってないね。使用方法というのは共通だったのかな？あ、こっち側が日本語になってる。これね。はい。安心したね。マルチランゲージだね。これね。うん。あ、こっちは英語なんだね。だからこれが、こんだけです。これね。はい。で、使い方としては、ここにはめるだけだから、これ結構ね、しっかりとしてるよ、これ。ほら、重い。これいいわ。重い。がっしりしてるのと、これ滑り止めが前面についてるから、これね、こうでしょ？逆にすると、音でわかる？この重み。ほら、すっごい重い。文鎮だよ、これ。すごいっしょ？この重み。ほら。ね。伝わったんじゃないかなと思います。これしっかりしてるわ。ね。で、滑り止め。ハーフ。ね。ハーフ。まあ、下ちょっとこう水に濡らすと、グリップがいいかな。多分ね。濡れた雑巾で拭くと、ガッチリと止まるかもしれないですね。はい。そんなわけでね、ここに長いのと短いのが5セットであるんだけど、これちょっとパラーンと、よいしょ、出しましょう。よいしょ。よいしょ、これマグネットになってるのかな？なんか、ほら、マグネットだね、これ。ほら、引き合うのと反発し合うのと、なんか、こうほら、近づくのを嫌がってるのとくっつくのとあるよ。ほら。すげえな、これ。どこがマグネットになってんの？あ、これ、あ、すげえ。ネジじゃないのに、すげえ。ほら、すげえ、これ、新しい、新時代だ。で、パコッたってほら、これ溝になってるから、ずれないんだよ。マグネット。これすごいじゃん。へえ。これは新しい。いいね。すごいね。これびっくりだよ。こうやって、広さの調整ができるんだよ。で、しっかりとさ、これ周りがラバーでできてるから、傷つけないしね。これね。すごいよく考えられてるね。で、三つこうして立て替えけられるから、ここもちゃんと傷つかないように、ね、ちゃんとラバーになってるんだよ。すげー。はい。こうやって縦に置いてもいいし、ね。こんな感じで。で、もちろんこう、横にこうして置いてもいいし、まあそもそも、これ、こうやって置けるよね。こうして。厚みのあるノートパソコンとかね、そういったものも、これ、こうすると、ほら、幅が、こんなになるから、ほら、幅が。ほら、厚みがあるもの。だから、こことここにしたら、すんごい厚い、ノートブックなんかも入るってことだね。パッタンって。ちょっと待って、Fire HD があるんだけど、ここにね、Fire HD があるんだけど、これね、ほら、ノートパソコンみたいなもんだよね。で、これもさ、あ、全然余裕だね。これほら。全然売れてる。だこれじゃあ、幅がありすぎるから、全然これぐらいでいいよ、ほら。ね。すごいね。で、これ重みがあるから、安定してるから。ね。こういうのを3つまで、こうやって置ける。まあ、手前スマホの方がいいよね。手前スマホで、ノートパソコンとかタブレット置いて、手前がスマホが、まあ、一番いいんだろうね。うん。これは、アイデア商品だね。すごく。びっくりだね。
これで整理整頓したら最高だね、これね。まあ、使い方はね、これ見なくても全然わかりやすかったね、これね。で、ここのところにニョロニョロっとこコード、ね。あ、そっかそっか、コードね。はい。これ見ると、コード、これね。これ。こうやって、コード、下にも行けるよって書いてあるんだね。どうやって？ん？どうやって？ちょっとここの意味がわかんないんだけど、写真で見るとね、へーって思うんだけど、これどういう意味なんだろう。どういう意味なんだろう。これを外して、ここに入れるってことかな。そういう意味かな。あ、これシールだ。あ、剥がれちゃった。それから、大丈夫かな？くっつくかな？よし。これは違った。ゴムが取れるのかなと思ったらそうじゃないので。まあ、工夫次第でいろいろ叱るってことだね。うん。はい、じゃあ、戻るよ。はい、そんなわけで戻ってまいりました。どう？びっくりしたでしょ？ね、欲しくなっちゃったでしょ？はい、お値段の方行きましょう。せーの、ドキューン！はい、もうズバリね、お値段の方ね、行っちゃいます。お値段の方は、2380円となっております。どう？こんだけの面白い機能が搭載してね、自由に使うことができて2380円ですね。元気なおじいのね、この動画の説明欄に Amazon のリンクを貼っておくのでね、そちらの方からで、おじいが説明しきれなかった細かいのもここにこういろいろ書いてあるので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。というわけで今回はね、もうびっくりするようなスタンド紹介させていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。